はい、まずは当たりをつけていきます。当たりなので、適当に丸を描きます。はい、で十字を描きます。実はですね、この十字の横の線ですね、今描いてるところですね、ちょっと八の字みたいな感じの横線も実は入れてるんですよね。それはどうしてかと言いますと、ナヨンさん の, あの目って、結構、垂れ目みたいな感じに自分は思えたので、それで、8の字でちょっと横線を入れました。はい、なので目も、目尻側を下に下げるようにして、それを意識しながら描いていきます。はい、一応ネットでナヨンさんの画像とかどれがいいかなっていうような感じで調べてたんですけど、ナヨンさんの特徴的な表情っていうとやっぱり笑顔じゃないかなと思ったんですけど、でも笑顔だとどれも目をつぶってるんですよね。目をつぶってたら、あの皆さんとか目をつぶっている絵よりも、やっぱり目がを開いているイラストの方が、描き方とか、覚えたいんじゃないかなと思って、今回はあの何て言いますかね、着ぐるみパジャマって言いますかね、なんか結構あの TWICE の他のメンバーさんたちの画像を、ネットで調べてる時も、あ、この目の描き方とか結構いいので、これもし本当に簡単なので、あの真似してもらえたら嬉しいです。はい、あの黒目の下の方は少しあの塗らないようにすると結構また様になります。また話戻しますが、なんかね、あの着ぐるみパジャマ の, あの皆さんあの着ている画像とか結構目にしたんですけど、何かイベントとかあったんですかね。結構、見ましたね。今回はナヨンさんもこの着ぐるみパジャマ、あ、今ちょっと鼻の穴の、先端をちょっと消してへこましたような感じで描きました。描き直しました。はい、で眉もですね、目と同じで、下がってるような感じなので、目尻側っていうかそこは下げるようにして描いてください。極端に言えば8の字ですね。はい、で、今回のナヨンさんのこのイラストも、着ぐるみパジャマといいますか、なんかウサギのパジャマみたいですね。フード付きの。はい、今回はちょっと初心者のイラストとかまだ描き始めの人にはちょっと難しいかと思うんですけど、ちょっと、口が開いたイラストになっています。でもゆっくり描いていけば、ちょっと難しいんですけど、慣れが必要かもしれないですけど、描けれるんじゃないかなと。ちょっと本当に難しいんですけど、申し訳ないんですけど、はい、で今回この状態でなんとなく面長になって、あ、失敗したかなって描いてる途中でも思ったんですけど、でも最近ですね、そう思ってても、全部描き終わらないとイラストの良し悪し分からないもんなんだなっていうことが結構ありまして、途中であダメだなと思ってても、もうこれはやめ描くのやめようかなって思うこととか結構あるんですけど、でも一応練習として描いとこうかと思って、
最後まで描くとあら不思議っていうような感じで、自分としてはあ結構いいなっていうような感じに変わる場合がよくあるので、皆さんももし描いてる途中にあダメだなと思っても、練習と思って、最後まで描いてみてください。結構うまくいく場合もあるので、さっき面長だったなと思ってたこの顔イラストでも輪郭とか髪横髪とか足すと面長だった顔だなと思うのが結構様になってますよね。ちょっと自分で言うのもちょっとあれですけど、でこれフードですね。もう顔の部分はもうこれで、ほとんど終わりですね。あとはもうちょっとフードと今肩とか肩をわざと斜めにしてますね。普通平行線よりもちょっと、斜めにしたりしたら結構自然な感じに見えると思いますの、思いますのってちょっとあれでしたね思いますんで、皆さんも、斜めに描いたりしてみてはどうでしょうか。はい、ちょっと分かりづらいなっていうのがもしありましたら、もしよかったら、コメント欄の方に、コメントしていただけると、できれば具体的なものとか一応気軽に本当コメントしていただけたら助かります。いつもアート。はい、今回はちょっとだいぶ難しかったと思うんですけれども、でも、何か描き方の何かきっかけに、なってもらえたら、光栄です。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければこの動画に対するコメントなどいただけると本当に嬉しいです。そしてまたチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。ではいつもでした。